二人とも、スクナ姫様が起床された。ついては、二人と面会したいと。面会とは、重い言い回しだの。わらわが会いに来ただけじゃ、そう緊張する必要はない。ことしろ、そなたはいい加減、柔らかい対応を身につけよ。でなければ、嫁の一人も見つからんぞ。スクナ姫様、余計なお世話という言葉をご存知ですか？無論知っておる。痛いところを突かれた奴がよく使う言葉じゃな。スクナ姫様？なんじゃなんじゃ、そんな堅苦しくするでない。わらわはこの春子丹の巫女である。だがそなたらの巫女ではない。気楽に呼び捨ててくれて構わぬよ。でも神様相手にそんな無礼なこと。何が無礼なものか、わらわがそうしてほしいんじゃ。ま、どうしても抵抗があるのなら呼び捨てにしろと命令するが、それはさせないでほしい。それにしてもそなたらは相当のおせっかい焼きよの。黒の民と共におる不気味な奴らと関係があるにしても、このアホに付き合う理由はなかったはず。むしろこのアホをおとりにそなたらの敵を撃つべきだ。なぜそうしなかった？そうかもしれないけど、受けなかったの。それだけか。多分それだけ。やはり面白い。わらわはそなたらに出会えたことを誉れに思う。悠久の年月を経て、よもやこの時に友と呼べる存在を得られようとは。わらわも幸せ者よの。友ってそんな。なんじゃ、嫌なのか？それとも神は友も作ってはならんのか？いや、そういうわけじゃないけど。ならよかろう。わらわはすでに二人を友と定めた。この思いは一方通行でも構わん。スクナ姫様。呼び方。あ、よろしくね、スクナ姫。かか、こちらこそ。私にはよくわからないが、戦ってはならないものなのか。うん、ダーカーはフォトンの力でないと倒しきれなくて、残滓が体をどんどん侵食していっちゃうんだよ。琴城さんも見たでしょ。そのせいで黒の民の人たちがダブルに操られているの。しかし白の民の勇士については戦闘を繰り返しているが、特にその兆候もないか。なるほど、確かに不思議だな。アホ、琴城、何が不思議なものか当たり前に決まっておろう。この星のものは全て星の加護を受けておる。生半可な悪意など弾いて当然じゃ。
ですが、スクナ姫様、それでは黒の民の暴走に説明がつきません。うん、それは黒の民も同様に加護しておるゆえ、悪意など弾くはずなんじゃが、あの不気味なわらしにたぶらかされてもしたか。それこそあのわらしが自らを巫女であると語り扇動しているのやもしれぬ。ま、何にせよそなたらが気に病むことはない。降りかかる火の粉は払うべき。無駄な図体のデカさに増長している黒の民には良い薬じゃ。コテンパンにしてしまえ。ついてくれたなら黒の奴らなど物の数ではないのに。自分勝手なものじゃろ。あやつだけではないぞ。白の民どもは大体そうじゃ。悪意なしにああいうことを言う。無論今回の侵攻に関して先に掟を犯したのは黒の民じゃ。奴らに非はあるし愚か者だ。おそらくはあの不気味なわらしに操られてるか騙されてるのだろうが、ま、どちらにしろ愚かよ。それを捨ておく黒の王もな。しかし黒だけでない白も愚か、まっことどちらも愚か者よ。交流も和睦もなく、ただシャニムに戦の道へ進もうとしておる。再びな。はあ、愚かよの。父上も母上も川の向こうでさめさめ泣いておるわ。二人ともこの星において遠慮はいらんぞ。奴らにお灸を据えてやってくれ。スクナ姫、昔何かあったのかな。伝承を語るのもやぶさかではない。伝承？しかり灰の巫女スクナ姫の過去、それはつまり星の伝承だ。少し長くなるぞ。アルコタンは表裏一体、白と黒は決して交わらない。かつて白と黒は争っていた。争い始めた理由も忘れるくらい長く争ってきた。ある時、戦争に疲弊した白の王と黒の王が和平を考えた。和睦の証として白の王の娘と黒の王の息子が結婚した。
そして一時戦争は終わった。だが白と黒の夫婦から生まれた子は灰色をしていた。体育も小さく成長もせず、黒でも白でもなかった。白の王は黒の息子が悪い、黒の王は言う白の娘が悪い。そして再び戦いは始まった。黒の父と白の母も争った。灰の子はそれを止めようとした。命として父と母を止めたんだ。白と黒の夫婦は正気に戻った。灰の子の亡骸を抱え星に願った。自らの命を捧げ灰の子をよみがえらせた。よみがえった灰の子は泣いた。物言わぬ灰となった両親をその手に隠れさせ泣き続けた。その涙は川を生み出した。白と黒を切り分ける英類の川。そして争いは終わった。灰の子が終わらせた。それでも灰の子は祈り続け、王国と共に燃え尽きた両親のために、父と母の王国が形とならぬように。ハルコタンは表裏一体、生が生まれれば死もまた生まれる。不愉快な話が聞こえると思ったら、琴代、そなたであったか。まったく余計なことばかりする。このようなつまらぬ話をよくぞそこまではっきりと覚えていたものだのう。これを私に聞かせてくれたのはスクナ姫様ですから。スクナ姫、今の伝承にあった灰の子って。つまらん話よ、本当につまらん。この星の伝承に面白い話などない。さっさと忘れよ、二人とも。ごめんなさい、琴代さん。スクナ姫を怒らせちゃったかも。問題ない。いつも通りだ。スクナ姫様はいつも怒っている。白と黒のくだらん争いにな。冗談に本気で腹を刺しおった。
命を捧げよという命令であれば、私はそれに従うまでです。アホ、冗談かどうかぐらい随意で判断せよ。私にとってはスクナ姫様のお言葉が絶対ですゆえ。ふぅ、本当に融通が利かんやつよ。冗談の一つぐらい言えるようになってみせよ。それがご命令とあれば。スクナ姫だっていつも琴代さんと一緒じゃん。私たちのこと言えないじゃん。私は巫女の守り人、スクナ姫様のそばに仕える。それが私の仕事だ。アホ琴代、まといはそういうことが言いたいのではないわ。こちらの距離感の近さをつつこうとしたんじゃろ、仕返しとばかりに。のう、家族みたいに見えるか。言い得て妙じゃのう琴代。私はスクナ姫様に恩がある。生涯かけても返しきれぬ大恩だ。その恩に報いるため私は守り人になった。恩？白と黒のいさかいで滅んだ白の集落、私はその集落の唯一の生き残りだ。幼子である私は訪れたスクナ姫様に拾われ、その庇護のもとで育ってきた。スクナ姫様は機会を失った私を捨てることもなく育ててくださったんだ。放っておいてもよかったんじゃが、ちと寝覚めが悪そうな気がしての、気づいたら連れて帰っておったわ。もっともここまで頑固に育つとあらかじめ分かっておれば、その場に捨ておいたんじゃがな。それについては親の教育が悪かったのではないかと。ほう、言いよるなことしろ。毎日のように寝小便を垂れておった小僧の言葉とは思えぬよ。それは今関係ありますまい。それはそうと、まとい、そなた先ほど「スクナ姫だって」と申したな。それはつまりそなたとこやつが常に一緒ということを認めてるのだが。そういうふうに揚げ足取らないでよ。それの対になる死も存在する。そう、この星にはわらわと対をなす魔月と呼ばれる悪人が封印されておるのよ。とはいえ封印は強固なものじゃ。これならあと千年は寝て過ごせると思っていたのだが、あの不気味なわらしが要所要所を荒らし回りおってからに。おかげで儀式もやり直し、陣も組み直し、昼寝の時間も削られる。
面倒面倒、ああ面倒というわけじゃ。わらわの行き通りわかるじゃろ。ふぅ、すっきりしたぞ。やはり友というものは良いな。気軽に言いたいことを言える。ただあの不気味なわらしには気をつけろ。あやつの来歴などわらわは知らんし、教えてもらっても理解できるだろうが、やつがまずいというのはわかる。そなたらがこの星に来た理由もやつにあるなら余計なおせっかいかもしれんがの。ま、友への進言じゃ。心の隅っこにでも置いておくとよい。それよりそろそろ奴らが動いてきそうな雰囲気じゃ。白の民どもは当てにならん。悪いが、そなたらを当てにさせてもらうさ。